テネシン、テネシンは元素記号 TS、原子番号117の合成元素である。周期表の第7周期に位置し、基地の元素の中で2番目に重い。テネシンの発見は、2010年4月にロシアとアメリカの合同チームにより、ロシア連邦でブナで公表され、2017年時点でも最も新しく発見された元素となった。 公開性生物の一つが2011年に直接作成され、この実験の結果を一部裏付けた。この実験自体は2012年に同じ共同チームにより、2014年5月にはドイツとアメリカの合同チームによっても再現された。2015年12月、国際純正応用科学連合と国際純粋応用物理学連合の合同作業部会により、 発見の主張が評価され、新元素として認められて、ロシアとアメリカの合同チーム優先権が与えられた。テネシンは、おそらく、安定の島の中に位置している。合成された、テネシン原子は、数十から数百ミリ秒程度、持続する。周期表上では、第17属元素であり、17属の他のすべての元素はハロゲンであるが、テネシンの性質のいくつかは、 相対論効果のため、ハロゲンとはかなり異なる。結果として、アニオンも形成せず高い酸化数も取らない、揮発性金属になと予測される。ただし、有点や沸点、第一イオン化エネルギー等のいくつかの性質は、ハロゲンの傾向に従うことが予測される。2016年6月、IUPAC は、発見者がこの元素を、アメリカ合衆国テネシー州にちなんでテネシンという、 名前を提案したと公表した。2016年11月、テネシンという名前は公式に承認された。2004年12月、モスクワ州ドゥブナのドゥブナ合同原子核研究所は、テネシー州、オークリッチのオークリッチ国立研究所に対し、117番元素の合成実験の共同実施を提案した。この提案は、バークリウムをターゲットとして、カルシウムのビームを当てて、 各融合させるものであり、ジナーでアクチノイドをターゲットとして行い、113から116番元素及び118番元素を発見した位置の実験を完了させるものであった。オーンルは当時唯一バークリウムを製造できる機関であったが一時的に製造を中止しており、再開にはかなりの費用がかかるため提供できなかった。117番元素合成の計画は2002年、 はじめにカリフォルニウムにカルシウムを衝突させて作られた118番元素の確認作業もあったため棚上げされた。必要なバークリウム249はカリフォルニウム252製造の副産物であり、所要量のバークリウムを得ることはカリフォルニウムを得ることよりも難しく、また費用もかかった。費用は約350百万ドルにもなり、 カリフォルニウムの注文がベッド入るまで待つことに同意した。ビームとして用いる予定だったカルシウム48は20個の陽子とと28個の中性子を持ち、中性子、陽子比率が1.4と、これほど中性子過剰な各種では最も軽い安定同位体である。次に軽いものはパラジウム110、ヨ四十46個、中性子64個、中性子 陽子比率1.391であり、かなり重い。この中性子化状のせいで得られる生成物は安定の島に近い位置にあることが予測れる。目標が117個の陽子を持つ原子核であり、カルシウムの陽子が20個のため、原子核に陽子を97個持つバークリウムが必要であった。2005年2月、ジナーのチームのリーダーであるユーリー・オガネシアンは、 オーオンルでの会議に出席した。この会合には、ジナーで、かつて113から116番及び118番元素の発見を共同で行ったローレンス・バモア、国立研究所の代表者やオガネシアンの共同研究者である、バンダービルト大学のジョセフ・ハミルトンも参加していた。ハミルトンは、オーンルの高竜タバリアクターが、商用のカリホルニウムを製造すれば、 所要量のバークリウムが副産物として製造されることを確認した。彼は近い将来にこのような機械が訪れないことを理解し、たまに状況の確認を続けることにした。後にオガネシアンはハミルトンのことを117番元素の父と呼んだ。オーオンルは2008年春にカリフォルニウムの製造を再開した。ハミルトンは夏にはこれに気づき、 バークリウム抽出を契約した。彼の物理学教授50周年を記念する2008年9月にバンダービルトでやれたシンポジウムで、ハミルトンはオガネシアンを当時オーオンルの科学技術副部長であったジェームズ・ロバートに紹介した。ジナー、オーオンル、バンダービルト大学の3社で共同チームが発足し、すぐに LLNL もここに招かれて加わった。2008年11月、 オークリッチのリアクターを監督するアメリカ合衆国エネルギー以上は化学利用のためのバークリウムの抽出を許可した。製造は250日間続き、2008年12月に終わった。この結果、実験に十分な分量の2 2ラムのバークリウムが得られた。2009年1月、バークリウムは高竜束同位体リアクターから外に出され、90日間冷却した後、 同研究所の放射性科学工学開発センターで、さらに90日間かけて、バークリウムの分離、生成が行われた。半減期はわずか330日であり、この頃には製造されたバークリウムの半分が崩壊していた。そのため、バークリウムはすぐに、ロシアに運ばれることが必要であり、アメリカ合衆国からの出発は、6ヶ月以内には完了した。 バークリウムは5つの鉛の容器に入れられ、ニューヨークからモスクワまで空路で運ばれた。書類の不備のため、ロシアの税関は2度にわたり荷物の入国を拒否し、数日の間に大西洋上を5度も往来することになった。2009年6月にロシアに到着すると、まずはウリアノフスク州ディミトロフグラードの原子炉研究所、リアーに運ばれ、 チタンフィルム上で300ナノメートルの白層に乗着させられた。2009年7月にドゥブナに運び込まれ、ジナーの粒子加速器にセットされた。カルシウム48ビームは天然に存在する少量のカルシウム48を500倍に濃縮することにより作られた。この研究はスベルドロフスク州レスノイの閉鎖された町で行われた。 実験は2009年7月末に始まり、2010年1月には、フリョロフ原子核反応研究所内部で、117番新元素の2つの崩壊系列が検出されたと発表された。1つは、陽子も中性子も奇数個からなる。原子核が6度のアルファ崩壊を経て、自発核分裂に至る経路で、もう1つは、奇数個の陽子と多摩数個の中性子からなる。 原子核が3度のアルファ崩壊を経て、自発核列に至る経路であった。実験から得られたデータは、LLNL に送られて、さらなる分析に供された。2010年4月9日、数十から数百ミリ秒の半減期を持つ11、117,117の同位体を同定したという論文が、フィジカルレビューレターズ誌に掲載された。論文には、実験にいくらかでも関わった。 ジナー、オーオンル、LLNL、リアー、バンダービルト大学、テネシー大学とデータ分析を支援したネバダ大学の研究者が名前を連ねた。同遺体は以下のように形成された。当時は117番元素のすべての崩壊性生物が未知であったため、その性質で発見を確認することができなかった。2011年に崩壊性生物の一つである。 モスコビウム289が直接合成されると、その性質は117番元素の崩壊によって、生成するものの性質と一致していた。IUPAG とヨーパップの共同作業部会が新元素発見のレビューを行っている間、2007年から2011年まで発見者たちは新しい発見を公表しなかった。ブナのチームは2012年に再度同じ実験を、 行い、117番元素を7原子分作り、118番元素の合成を確認した。実験の結果は、かつての結果と一致しており、元素の登録が申請された。2014年5月、オーンルとドイツのヘッセン州ダルムシュタットにあるジュイオン、研究所の合同チームがこの元素の発見を確認したと発表した。合同チームは、ダルムシュタットの加速器を用いて、 ブブナで行われた実験を再現し、117番元素の2元子を作った。2015年12月、JWG は、崩壊性生物のモスコビウム289の性質を確認することで117の発見を公式に認定し、発見者として、ジナー、LLNL、オーオンルの3社に新元素の命名権を与えた。当初は、ミスのためアンダービルト大学が、 発見者から漏れていたが、後に訂正された。2016年5月、スウェーデンのルンド大学と GSI が115番元素と117番元素の合成に疑問を投げかけた。115番元素と117番元素の確認に用いられた115のものとされた崩壊系列が同じ各種に由来すものとしては違いすぎ、117のものとして JWG に認定された。 崩壊系列は117番元素の異なる同位体のデータセットに分割できるという指摘であった。また、あると言われていた117と115の崩壊性生物の間のリンクがないことが見出された。一方で、認定されていなかった117の崩壊系列としては一致することが見出された。陽子と中性子が共に多摩数個ではない原子核の アルファ崩壊の際に見られる状態の多様性は予測されなかったものではなく交差反応を明確に行わない一因となっている。この研究はこの問題が巧妙であることを見逃しているとして JWG の報告を批判し115番元素と117番元素の発見の論拠がほぼ確実に存在しない両方解決路間のリンクであったという事実は問いであったと述べている。 2017年6月8日、ドゥブナのチームの2人のメンバーがこれらの批判に応える論文を発表した。117と115に関する彼らのデータを広く受け入れられている統計的方法により分析し、2016年の研究を放射性崩壊に適用することには問題があることを示した。2017年の再分析により、117と115 の観測された崩壊系列は、それぞれの段階で一つの各種のみが存在していた場合の推定と一致していたが、それぞれの段階の各種の質量数の直接測定や、アム CA の反応の冷気関数が測定できれば、望ましいとされた。未発見元素に対するメンデレー F の命名法に、基づき、エカースタチンという名称でも知られる。 IUPAC による九百七十九年の勧告により、発見が確定し命名されるまでは、一時的に、うんうんセプチューム、記号、ユスとも呼ばれていた。この分野の科学者の多くは、元素百十七と呼び、E117、または単に百十七という記号で表す。発見承認当時の IUPAC のガイドラインによると、たとえハロケンであっても新元素の名前は、 ユームで終わることとされていたが、2016年に発行された新しい勧告では、すべての新しい17族元素の名前は、インで終わることとされた。IUPAC のガイドラインでは、発見チームに元素の命名権が与えられると明記された。2010年の最初の合成の後、LLNL のドーン・ショーネシート・オガネシアンは、命名は繊細な問題であり、 可能な限り避けられてきたと語った。しかしこの年、ハミルトンはバンダービルト大学での講義において、私は二つのグループを共同させ、また発見に不可欠な BK を入手するのに重要な役割を果たした。その結果、私はこの元素の命名権を得ることになる。その名前を教えることはできないが、この地域を思い出させるものになると語った。2016年3月、 各機関の代表者が集まる会議で、テネシンという名前が合意された。2016年6月、IUPAC は、115番、117番、118番元素について発見者から命名の申請があったことを公表した。117番元素について提案された名前は、テネシー地域にちなんだ、テネシンで、記号は TS であった。 IUPAC の無機化学部門は提案された名前を承認することを勧告し5ヶ月後の11月に公式に承認され公表された提案された記号 TS は有機化学でトシルモトの略称に用いられるとの懸念が示されたが AC、アクチニウムとアセチルモト、PR、プラセオジムとプロピルモト等の例もあることからこの懸念は棄却されたモスコビウム テネシン・オガネソンの命名式典は2017年3月にモスクワのロシア科学アカデミーで行われた。テネシン単独の命名式典は2017年1月にオーオンルで行われた。キュリウム以降の各種の安定性は原子番号の増加とともに急激に減少する。原子番号101以降のすべての同位体は半減期30時間以内に放射性崩壊する。 鉛以降の元素は安定同位体を持たない。これは、陽子の空論力が大きくなり、長い時間自発核分裂が起こらないように強い力で原子核を結びつけておくことができなくなるためである。計算によると、他に安定化因子がない場合には、103以上の陽子を持つ元素は存在できないことになる。しかし、1960年代の研究者は、 用紙114個、中性子184個に近い原子核は、この不安定性を弱め、半減期が数千年から数百万年に達するということを提案した。まだ科学はこの島までたどり着けていないが、オガネソンを含む超重元素の存在によりこの安定効果が真実で、あるとが確認され、基地の各種も予測される島の位置に近い原子核ほど、 指数関数的に長い寿命を持つ。テネシンはこれまで作られた中で2番目に重い元素であり、基地のすべての同位体の半減期は1秒以下であるが、これでも発見前に予測されていた値よりも長い。ルブナのチームは、この元素の合成は安定の島の実在の直接的な証拠であると信じている。TS は187ミリ秒の半減期を持つと、計算され、 基地の TS および TS を作るのに用いたのと同じ、バークリウムとカルシウムの反応で作られるかもしれないと考えられている。この反応で TS が作られる確率は多くても TS が作られる確率の7分の1程度と推定されている。トンネル効果を用いた計算では、質量数303までのテネシン同位体の存在が予測される。 これらの中で最も安定なものは TS で半減期40ミリ秒でアルファ崩壊すると予測される。液的モデルでも同様の結果が得られ TS よりも重い同位体で安定性が増すという一般的な傾向が示され TS のような最も重い同位体ではベータ崩壊を考慮しなければ宇宙の年齢よりも長い半減期となった。軽い同位体はおそらく 2008年にドゥブナのチームが1万に1バイト系を入手できなかった場合の代として考えていたアム TI の反応で得られると考えられる。TI ビームの反応はオガネソンより重い元素を合成するには必須である。テネシンは周期表上で5つのハロゲンの下17族に位置する。ハロゲンは7つの値電子が NSNP 型に配置している。テネシンの場合は 周期表の第7周期にあり、傾向から値電子の配置は 7S7P と予測され、多くの面でハロゲンと同様に振る舞うことが予測される。しかし、17属は下に行くに従って、金属性が大きくなり、例えば要素は、個体では金属光沢を見せ、アスタチンは他のハロゲンとかなり異なる性質から、しばしば金属に分類される。同様に、 周期表の傾向から、テネシンは、気発製品金属の性質を持つことが予測される。計算は、この予測の正しさを裏付けるが、基地のテネシン同一体の半減期が短すぎるため、実験的な確認には至っていない。テネシンと、その他のハロゲンの大きな違いは、スピン軌道相互作用等が大きな原因の生成しやすさである。超ン元素の電子は、高速に匹敵するほど、 早く動くため、スピン軌道相互作用は特に強くなる。テネシン原子では、このせいで 7S と 7P 軌道の電子のエネルギー順位が低くなり、対応する電子を安定化させるが、7P 電子エネルギー順位のうち2つが他の4つよりもより安定化される。7S 電子の安定化は、不活性電子体効果と呼ばれ、7P 小軌道を安定度により分ける効果は、 サブシェルスプリッティングと呼ばれる。コンピュータ科学者は、この分割を、7P 小軌道の軌道角運動量の1から1、2、安定度高と3、2、安定度低への変化と理解する。7P 小軌道の分割を考慮して、テネシンの値電子配置は 7S7P7P と書かれることもある。他の電子順位の違いも存在する。例えば、6D 電子順位。 これも4つが 6D、6つが 6D に分割されているは、冷気され、7S 軌道のエネルギーに近くなっているが、テネシンについては予測されていない。7P と 7P の順位の差は、9 8イブと異常に大きい。アスタチンの 6P 小軌道分割はわずか3 8イブであり、これらの効果により、テネシンは、他のハロゲンと異なる性質を持っている。 テネシンの第一イオン化エネルギーは7.7イブと予測されており、周期表の傾向通り他のハロゲンよりも低い。電子シン力についても、族の中で最も小さく2.6イブ、または1.8イブと予測されている。仮想の水素様テネシン原子の電子は非常に高速で動くため、その質量は相対論効果のため、不動電子の1.9倍になる。対照的に、 水素様アスタチンの場合は1.27倍、水素様要素の場合は1.08倍である。相対性法則の単純な外相により、原子半径の収縮が示される。さらに計算すると、一つの共有結合を形成する、テネシン原子の半径は 165PM であるが、アスタチンの場合は 147PM であった。七つの災害核電子を除去するとついにテネシンの こが小さくなり、テネシンの半径が 57pm、アスタチンの半径が 61pm となる。テネシンの融点及び沸点は未知であるが、初期の論文では、それぞれ350摂氏500度、摂氏550度や350摂氏550度、摂氏610度と予測されていた。これらの値は、アスタチンやより軽いハロゲン以上であり、周期表の傾向と合致する。 その後の論文では、テネシンの沸点が、摂氏345度、アスタチンの沸点は、摂氏309度、摂氏337度、摂氏370度等と予測されるが、実験的な値としては、摂氏230度、摂氏411度が報告されている。アスタチンの密度が6.2から6 5ム、センチメートルなのに対し、テネシンの密度は、 7.1から7 3ートルと予測され、周期表の傾向と合致する。テネシンの基地の同位体は TS および TS であり、科学実験を行うには短すぎる寿命であるが、多くの科学的性質が計算されている。他の17属元素と異なり、テネシンはハロゲンに特有の科学的な振る舞いを示さない。例えば、フッ素、塩素、シュ素、 要素は常に電子を受け入れて、より安定な気ガスの電子配置になろうとするが、この性質は原子量が大きくなるほど小さくなり、テネシンは17族の元素で電子を受け入れる力が最も小さい。トリウール、酸化数のうちマイナス1が最も一般的ではないと予測される。TS、TS の標準酸化還元電位はマイナス 0.25V と予測され、 この値は負であるため、テネシンは他のハロゲンとは異なり、標準状態下でマイナス1の酸化状態に還元されることはない。テネシンがオクテット則を満たすには共有結合を形成するという手段もある。他のハロゲンと同様に、2つのテネシン原子が出会うと TSTS 結合を形成して二原子分子ができると予測されていい。このような分子は、 通常、単シグマ結合によって結合されるが、計算によると、AT 分子のシグマ結合は、エネルギー的に有利ではない反結合性機動性が大きいことが示された。テネシンもこの傾向が続き、TS 分子の結合には、強い π 結合性が見られることが予測される。一円化テネシン分子はさらにこの傾向が強く、結合は単 π 結合である。 不安定なマイナス1の他に、さらに3つのプラス5、プラス3、プラス1のさらに3つの参加数が予測されている。アスタチンと同様に、3つの最外核 7P 電子が不安定化し、小軌道が安定な半重点配置になるため、プラス1の状態は特に安定である。プラス3の状態も 7P 電子が不安定化するため、重要である。プラス5の状態は、7P 電子が 逆向きに安定化するため、一般的ではないと予測されている。プラス7の状態は、シミュレーションによっても実現しない。7S 電子が強く安定化するため、テネシンは、実質的に5つの値電子しか持たないという仮説が立てられている。最も単純なテネシン化合物は、1水素化物 TSH である。この結合は、 テネシンの 7P 電子と水素の 1S 電子によるものである。7P スピノールが結合に関わらないのは、テネシンが純粋なシグマ結合やパイ結合を形成しないと考えられるためである。そのため、不安定化、拡張した 7P スピノールが結合を担う。この効果により TSH 分子の全長 195PM のうち 17PM 分伸長されている。 テネシンの P 電子の結合は、シグマ結合の2、3であるため、この結合は、テネシンがスピン軌道相互作用を持たない場合に比べに、3の強さしかない。そのため、この分子は水素化ハロゲンの傾向に従い、オットと比べて結合長は長くなり、結合回転エネルギーは小さくなっている。TLTS 分子や NHTS 分子は、P 電子が安定化されることによる、 逆効果を考慮に入れると同様に見ることができる。これらの2つの特徴により TLTS の総極子モーメントは 1.67D と比較的小さくなる。この性の値はテネシン原子が不電下を持っていることを意味している。NHTS では効果の強さはテネシン原子から日本に生む原子に電子を移すほど強いと予測され総極子モーメントの値はマイナス1.80となる。 スピン軌道相互作用によりテネシンの電気陰性度が低下し、超電気陰性なフッ素原子との結合が異音的な性質となるため、TSF 分子の結合解離エネルギーは大きくなる。TSF は17属の1フッカモの中で最も強い結合を持つ。原子化核電子体反発速から17属の3フッカは曲がった T 字形分子構造であると予測される。 基地のすべてのハロゲン酸復化ものはこの分子構造を持っており中央の原子 A が3つのリガンド X と2つの非共有電子体 E に囲まれるアシェという構造である相対論効果を無視すると TSF も曲がった T 字形分子構造を持つはずであるより詳細な予測ではこの分子構造はエネルギー的に有利ではなく平面三角形分子構造をとるこのことは 原子化核電子体反発速は超重元素には当てはまらないことを示す。TSF 分子はスピン起動相互作用によりかなり安定化されることが予測され、テネジンとフッ素の電気陰性度の大きな差から結合に一部イオン的な性質が加わっていると考えられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。